日本の選挙戦で使う候補者ポスター掲示板日本の選挙で使用される投票箱選挙とは、組織、または集団において投票などの手続きによって代表者や役員などを決定することを言う。国政に関する選挙は国政選挙、地方自治に関する選挙は地方選挙と称される。選挙は公職に就任するものを選定する行為である。 歴史的には、挙手や起立、喝采などの方法が採用されたこともあるが、現代の選挙は、投票によって行われることが多い。明治維新前後の時期の表記、訳語では、選挙、選択とも。選挙における普通選挙、平等選挙、直接選挙、秘密選挙、自由選挙という5つの原則を選挙の五大公理という。それぞれ大義の概念として、 普通選挙と制限選挙、平等選挙と不平等選挙、直接選挙と間接選挙、秘密選挙と公開選挙、自由選挙と強制選挙がある。区割りと意見集約の方針で分類した選挙方式の表。国会議員などの公職選挙に見られるように、一般の有権者の投票によって選出する方式。非選挙権の要件は、 有権者の要件と一致する必要はない。このため一党独裁国家などでも、非選挙権行使要件に、独裁者の推薦などを加えることで、体制を崩すことなく、公選を維持するところがある。あるいは他県在住の者でも立候補できる知事選のように、有権者の権利を持たない者を選出するところもある。民選とも言う。 日本の政令指定都市の区長に見られるように、国家などの行政機関の指名によって選出する、方式。必ずしも投票が行われるわけではないが、公選、五選との比較のため掲載する。日本の内閣総理大臣指名投票や、バチカン四国におけるコンクラーベに見られるように、関係者の間で行う投票によって選出する、方式。 公選と違い、選挙権と非選挙権の要件は一致する。大抵の民主制での公選は、一般の有権者も、非選挙権を持つため、大規模な五選とも言える。くじなどを利用して、立候補者ごとに等しい確率で当選者を選出する、方式。定数が何人であろうと当選者の勢力比の、期待値は、非選挙権行使者の人口比と完全に等しく、 有権者すべてが非選挙権を行使すれば、比例代表制になる。確率が絡むため個々の選挙では、偏りが出る場合がほとんどになる。古代、ギリシアや室町幕府の六代目将軍選出などに、例がある。投票者が存在しないため投票が行われることが、ないが、投票者が存在する選挙との比較のため掲載する。また、投票で、 複数候補が同票で並び、そのいずれかが当選の資格を得る場合がある。日本の公職選挙法では、決選投票を行わず、くじ引きで当選人を決定することになっている。現在におけるくじで選ぶ公職の代表としては、賠償人が挙げられ、日本には検察審査員や裁判員がある。事前に立候補者の人気を公表すると、 選挙の当選結果を左右し公正な投票とならない。そのため、日本では公職選挙法138条の3に人気投票の公表の禁止が規定されており、事前に候補者の人気投票の結果を公開することが禁じられている。しかし、近年ではネットメディアにより意図せざる人気投票がネット上で公開されたも、同然となるなど、 どの立候補者が人気であるかがたやすく予想されて、選挙結果を左右する危険性も指摘されている。伝統中国においても、選挙という術語が用いられるが、現代の選挙とは、用法が異なるので、注意が必要である。中国における選挙とは、国家の側による管理同様制度のことであり、過去以前に用いられた用語である。その語源は、 強距離選であるとされている。つまり、全館大において、地方の里、里の長が、地方間と協議した上で、管理候補者を推挙する制度を、こう呼んだ。この場合の選ぶ主体は、あくまで中央政府であり、皇帝である。また、里や里の有力者である地方の豪族の意見のことを、世論と呼んでいるので、同じく現代の用語と混同しないよう、注意を要する。 一般の人間や奴隷などは、初めから数に含まれていないのである。官大の選挙が、陸長には、区本官人法に発展し、随等を経て、下挙制度へと結びついていく。なお、選挙の後の用法は、後世まで、広く用いられ、歴代の政史には、選挙史という項目が立てられ、区本官人法や、下挙制のことが述べられている。ありがとうございます。